モスケネス郡にある王の標識。東南被害を受けたこともある王の風景。王王のフィヨルド王は、ノルウェーのヌールラン県、ロホーテン諸島モスケネス郡にある村である。北緯67度53分00秒、統計12度59分00秒、北緯67.88333度、統計12.98333度、 6 7 8 8 3 3 3二2 9 8 3 3 3に位置する。王は伝統的に漁村であり、干物の生産で知られていたが、今日では観光も目立っている。村内には、露蜂天干物博物館やノルウェー漁村博物館がある。村内を、欧州自動車道時 E10 号線が通り、オーラブ五水道路とも呼ばれている。この地域は時に、アイルフトンと表記されることもある。 これは他のという地域と区別するためである。郵便番号は8392相場岩である。2004年5月には A から B への自転車旅行の起点となった。なお、終点の B はアメリカネーブラスカ州の B 村であった。この村が、として歴史上記録されたのは1567年のことであり、AA と表記されていた。 その名前は、北ゲルマン語で、小川を意味する。ポールパリー、フロム、A2、B リパラリー。ありがとうございます。